やっと来てくれた。どう自己紹介すればいいかな。久しぶり？それとも初めまして？あまりにも普通でがっかりさせちゃったかな。全然驚いてないんだね。それは本当に持ってる能力だよ。ただそれを手にする前から私は簡単に他人になることができたんだ。今とあまり違いがないかもしれないね。なんて言えばいいかな。確かに彼女は井戸を含めた領域を全部破壊した。けど井戸は必ず井戸の領域にいなければならないというルールはないでしょう。あそこは最初から何もなかったからね。私の些細な癖みたいなものさ。それに雲で例えてみようか。8本の足を持っていてもそれは胴体にしか生えないでしょう。胴部である私は、雲にとって必要なパーツなんだ。しかし残念なことに、足がなければ、胴体は歩けない。だから、こういう形でしか君と会えないんだ。ごめんね。真剣に謝ったら、受け入れてくれるかな。こんな風に言う資格はないかもしれないけど、信じてほしい。ここは私の思考だからね。ちょっとした偽装くらい簡単だよ。それに気づかれないようにするのはかなり大変だったけどね。少なくともあのビルビーに自分が勝利したって本気で錯覚させる必要がある。彼女は認めないだろうけど、君は確かに強敵だった。意志と力の二つの意味で君に勝ったことで、彼女は数時間は喜ぶだろうね。うん。どうやって古の楽園に来たかは、君も知ってるんだよね。あまり自分を責めないで。君がいなかったとしても、それはいずれここにやってきた。もしそうなったら、状況は今よりもずっとひどくなっていたはずだよ。視点を変えて考えてみて。君があれと会った後、すぐに楽園に来なかったら、今頃、
現実はとっくにめちゃくちゃになってただろう。はあ、君は私と同じでミスを気にするタイプなんだね。君のしたこと以上に、それがここまで成長した事実を考えれば、私の方が責任を取るべきなのかもしれない。最初は専門家がそれに気づいたんだ。そのせいで一人目の被害者となった。私もその時に目覚めざるを得なかった。それ以上かもしれないね。生きてた頃からよくこういった状態だったんだよ。もちろんこれにもバックドアを残しておいたんだ。思考領域が半数以上消えた時、私がどれだけ嫌がっても目覚めることになってる。だってそんな状況で考えられる可能性は一つだけ。私が本当に死ぬことになる。目覚めたからといって形勢を変えられるとは限らないけど、少なくとも残った人たちに別れを告げることができるでしょ。いや、あの時はまだ私は完全に目覚めてなかった。そう決めたのは指揮者だよ。あ、ごめん。いつもそう呼んでたから。君の認識だと、彼女は一人のエンジニアかな。君たちは互いのことをよく知ってると思うけど。その通り。彼女は私が初めて分割した思考領域だった。正直に言うと、あの時はまだ慣れてなかったから、うまく調節できなかったんだけどね。だから彼女には、工事関連の知識の他に、主観的で感性的な認識が多く入ってるんだ。そのせいで彼女は私によく似ていてね。そうだよ。私にも自分だけを信じたい時があるから。それが私たちが彼女を指揮者と呼んでる理由でもあるんだ。彼女はミスを一度もしなかったからね。今回、以外だけど。私が今したことの全てはそのアクシデントを逆手に取った行為でしかない。そのアクシデントがなかったらビルビーはあの時に退場していただろうね。多分指揮者はそんな状況であの領域が裏切るって見抜いたんだろう。自身の特殊な能力を使い、侵食の律者の盟友になり、
他の領域を壊すとね。そうなったら、私は運よく生き残り、誰も知らない暗闇にとどまることになる。だから彼女はそうしたのかもしれないね。なんたって、私を一番理解してるのは、私自身だから。ただ、ほとんどのデータを失って、さらに侵食の律者の監視下にいたから。監視を交わして君と話したければ、ここ以外の場所はなかったんだ。ちょうど、彼女も君を招きたかったことだし。ああ、そうだね。うん、そう。何の価値もない。だから、起きるべきじゃなかった。いにしえの楽園の最強と主。彼らは、侵食の律者が優先的に片付けたい目標だ。そして、彼女なら気づかれることなく達成できる。ここまではわかりやすい。方法？ケビンの場合、彼女はこう話すだろうね。騎兵になってくれないかと。彼女のケビン消滅ボタンを使って。彼女の本意は欺瞞だけど、言ってることは事実だ。あれは専門家の作品で、バックドアも存在する。だから、それを閉じようとする彼女を阻止すればいい。タルドも同じだよ。あの子が消えた時、侵食の律者はまだ戻ってきてなかった。あのビルビーも一応天才だから、きっと、ケビン消滅ボタンが他の記憶体に使えるように改造したんだろうね。それなら、パルドは今、ケビンと同じ場所にいるはずだ。ケビンを解放するとき、ついでにパルドも一緒に解放すればいい。メビウスに関しては、彼女の嘘を見破ったくらいだ。あれはメビウス自身の選択としか言いようがない。だから、公表の権利は彼女に渡したい。もうすぐその答えがわかるはずだよ。エリシアは、私も信じたくなかったけど、律者は彼女のデータを全部削除したみたい。あのビルビーがタイプライターを壊し、ケビンが死んだようにデータを偽造したのは、彼に、復活の可能性があることを知られたくなかったからだ。でも、エリシアが消えた夜、絶対に客観的なタイプライターはまだ壊れてなかった。だから、
についてはごめん、私が目覚める前のことだったからよくわからない。多分私たちをバラバラにして英傑同士を対立させることが律者の目的の一つだったのかもしれない。さて、これで君は事件の全貌を理解したよね。これから私たちがすることは二つしかないよ。一つ目はあのビルビーを倒して君を私の思考から解放すること。かなりの苦戦になるだろうね。何せ彼女はビルビーの半分に近い思考、すなわち半分に近い知恵を持ってるから。もしかしたら君も私も神職の律者も彼女にやられるかもしれないね。彼女はそうなるように考えているはずだけど。二つ目に関してはもっと難しい。君は神職の律者に勝たなければならないし、できるだけ全員にとって最善の結末を作らなければならない。うん、これを昔の私がエリシアと交わした約束だと思って。ごめんね、君にやってもらうしかないんだけど、彼女は気にしないはずだよ。詳細は一つ目の件をクリアしてから話そう。本当にクリアできたらね。それで私の提案を受け入れてくれるかな。ありがとう。静か、かな。ビルビーは全員天才だからね。そして私はただの。まあいいや。出発しよう。こういう格好は滅多にしないから、少し恥ずかしいな。あ、そうだ。もう戻れないかもしれないから、探し物に付き合ってもらえないかな。その、調子を整えるみたいな。それもそうだね。ありがとう。どうして？どうして？あ、ここかな。あの、君は。
小さくなっただけでもうわからないの？久しぶりね、ビルビー。私、どうして私なの？その辺にしなさい。自分の失敗はそれほど受け入れられないものなの？ちょっと見損なったってそう思ってしまうじゃない。でも私は天才のはずなのに。ここに天才じゃない人間なんているの？みっともないわよ、ビルビー。ちゃんと私の才能を全部彼女たちに分けたのに。全部、全てなのに、どうして？一体どうしたの？まさか知り合った時のあの自信満々な態度は演技だったの？どうして？どうして？どうして彼女たちはいなくなったの？はあ、こんな手も足も出ないような時間は本当に見てられないね。あの時私は本気で、彼女たちが私から離れたって思ってしまった。でもどうして？おお、これを試してみようかな。でもどうして？僕が命じられたのは命令の伝達だけだ。理由は知らない。じゃあ君自身の意見は？何せ対ケビン武装の話なんだよ。それに関連する研究がメイ博士に禁止されて、君はどう思ってるの？ほっとした？本当に話す気はないの？一応私たちは昔なじみでしょ。その理由は君自身が知っているはずだ。え？ビルビー、君はずっと不可能なことをしている。ちょっと理解できないんだけど。最初から僕に対抗できる単独で成立する武装はないと君は知っているだろう。それで？だからそれは不可能だ。あ、でもどうして？言ったはずだ。あ、いや、ケビン、ごめん。君に聞いてるわけじゃない。
彼女たちに聞いてるんだ。今になっても誰かと目を合わせることは苦手だ。特にケビンが相手だとね。でもどうしてだろう。あの時彼女たちは何を証明したかったんだろう。じゃあどうして？実に懐かしい声だ。ここにあったんだね。それでこれが本来のあなたなの？一人の詐欺師？すごいわね。驚いてるふりはやめて。とっくに君に見破られてることは分かってるから。私のために掛け合ってくれてありがとう。昨日ようやく君の名前を知ったよ。だから今日私に会いに来てくれたの？ああ、嬉しいわ。それであの島で何があったの？メビウスったら全然教えてくれないんだもの。話したくないなら別にいいんだけどね。そう、あなたとメビウスの秘密ということにしましょう。私気にしないわ。でもあなたを説得してほしいって彼女に言われたの。内容をそのまま教えるわね。彼女曰く、火を追う蛾が向き合ってる敵が一体何なのか、あなたはもう分かってるはずよね。崩壊。その通りよ。実際に審査を行った人たちは全員あなたを天才だって認めてる。魔術師、メカニック、コック。あなたは短時間でどんな人にもなれる。事実を詐欺に使おうだなんてロマンチックね。今まで見たことのない才能だわ。ただあなたと似たような天才はここにもたくさんいるのよ。例えばメビウス。彼女のことはもうよく知ってるはずよね。そんな人たちでも崩壊と向き合うときは手が回らなかったり、簡単に犠牲になったりするの。今あなたが望めばここに加わり残ることができる。けど彼女としては離れてほしいみたい。同類として彼女なりにあなたを案じてるのかしら。
あなたはここで人生で初めての失敗に出会うかもしれない。自分の限界やあなたにとって不可能に近いことに気づくでしょう。彼女はあなたと同じタイプの人間だから知ってるのよ。天才にとってそういう苦しみは死より辛いって。メビウスはとても優しい人でしょ。でも私としてはここに残ってほしいと思ってる。だって寂しそうな表情をする可愛い女の子に抵抗するなんて私には無理だもの。寂しそうそうかもしれないね。メビウスの言いたいことはわかるけど、心配はいらないと思う。だって彼女と似てるなんて思ってないし、ましてや私は彼女のように優秀なんかじゃない。はじめに他の人になった理由は単に自分が好きじゃなかったからだ。何かをする才能が私にはあるのかもしれないけど、そんなの大したことじゃない。君の言ったようにここに私に劣る人はいない。なら失敗、限界、不可能は当たり前のことじゃない？ビルビーは天才なんかじゃない。ちょっとした才能を持った愚人なんだ。多くの人が私の周りでそう教えてくれることが嬉しい。ただそれだけだよ。そう、私にも自分が嫌いな時期があった。自分を卑下する時期が。私は一生をかけて劣等感と和解した。今ようやく客観的に自分のことを見つめられるようになった。もしいずれかの才能の開花に干渉せず放っておいたら、私は天才の道を歩けたかもしれない。だけどそんな私はもう私じゃない。今日ここに立つビルビーもいないだろうね。最初から存在しなかったのかもしれない。でも久しぶりに彼女の声を聞けて嬉しかった。信じられないかもしれないけど、私は君の知ってる他の英傑とは少し違うんだ。
私は、生きてた頃でも、ほとんどの時間は眠ったままだったんだ。経験から考えれば、二十歳の女の子でしかないよ。何か問題でも？ここにいる誰よりも、この証拠は私にふさわしいでしょ？さて、これから、どうやって彼女のそばに行こうかな。一応、私の思考は結構広いし。待って、まさか、そのドラゴンに乗るつもりじゃ。